田淵光一さん77歳でヒットを打ってしまう、ベンチの中も面白いでしょ、ちょっと、はい、これ田淵さんもいやびっくりしました ね、 ったですね、77歳でこんだけ動けるのすごいな、バット触れることがすごいやろ、しかも良いヒットやな、芯で捉えてるのすごいわ、ほぼ80歳やろすごいな、ほんまにレジェンドやな、77ってこんなに動けるもんなん、寝たきりの人もいる世代やろ、バット振るのは絶対無理、打てるってことは目で追えてるんかな、もう体に染みついた動作なんやろな、バッチリ当てにいってるよな、さすが3代目ミスタータイガース、個人的には阪神といえばの選手やわ、前も阪神で一番好きな選手、割と怪我とか病気が多い選手やったよな、引退も病気かなんかやったっけ、だからこそ今元気にしてる姿見てると泣けるな、ものすごいホームランバッターやったよな、この人のプレーは花があったよな、マジでいつまでも元気でいてくれ、